変装で一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。立ったまま居眠りを始めてしまったセロおじいちゃん。途中のおじさん本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。先生、ちょっと飲み物ない。お茶飲み物って、ここは電車の中だよセロおじいちゃん。ああ、よっぽど喉が渇いたのかポスターまで取っちゃった。で、どうするつもり？次は町屋2丁目で。なんと本物のお茶が来る。ざわめくみんなをよそり、知らんぷりでごっくり。セロおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと、お茶が紙に戻っちゃった。駆け寄ったのかな。小手調べ。本気で驚いちゃったみたい。セロおじいちゃんのいたずら大成功。驚かせすぎちゃったかな。セロおじいちゃんの頭。セロおじいちゃん、今度はピエロのショーを見学しに来た様子。ピエロさんから風船をもらうと、